本日はですね、都内セレクトショップバイヤーによるガチ1週間コーディネート2023冬編をお届けしたいと思います。先月にもですね、ガチ1週間コーディネートの動画を上げたところ大変ご好評いただきましたので、第2弾ということで本日お届けしております。さらにですね、この動画がですね2023年最後の動画ということで、この動画でまあ締めくくりたいと思っております。2023年もですね、いろんな方に見ていただき、いろんな方にこう激励のお言葉をいただいたり、コメントでいただいたり、またまた直接ですねお話もしていただいたりということで、いろんな方に励まされた一年でございます。累計でですね、今年も何本か、何十本動画上げることができたのも、皆様がこうやって見ていただいてたり反応をくれたりするおかげでございます。本当に1年ありがとうございました。ということでですね、1週間コーディネートをお届けしたいと思います。前回のガチ1週間コーディネートでは目標200いいねということで、まあ、200いいねを目指していたんですけれども、今が190いいねぐらいなんですよね。この動画こそは200いいねいきたいと思っておりますので、皆様よろしくお願いいたします。まあ、1週間コーディネートだけではなくて、ちょっと工夫を凝らしまして、僕が大好きな中華屋さんを随所で紹介しておりますので、そちらもためになったなと思ったら高評価ボタンを押していただければと思います。まあ、1週間コーディネートと中華屋さん、まあ、中でも美味しいチャーハンが食べれる中華屋さんっていう風に紹介しておりますので、そちらも楽しんでいただけますと幸いでございます。それでは1日目からどうぞ。はい、1日目でございます。本日はですね、以前の僕の動画でも登場していただいている吉高さんにとあるイベントを招待していただきましたので、そちらに行ってきたいと思います。まあ、そちらのイベントについても後ほど紹介したいと思いますが、まあ、そういったイベントっていうこともあるので、少々バチバチに決めて、コーディネートしていきたいと思います。まあ、ネクタイなんか締めちゃったりなんかしてね、まあでも浮かない程度にいきたいと思います。ジャケット着て、その上からコートも考えたんですけれども、なんか脱ぎ着するのもちょっとめんどくさいなということで、この上にはベストを着て、でジャケットを羽織りたいと思います。ベストは何度か紹介しているこちらのイートーツの手編みのニットですね。はい、こんな感じです。これだけでも十分かっこいいですね。ではこの上からジャケットを着ていきたいと思います。はい、こんな感じでございます。ニットのメインの色がグレーということで、このセットアップのグレーの色に合わせて、まあ、統一感を出しているコーディネートでございますが、いかがでしょうか。はい、でネクタイの色をちょっと拾いまして、メガネも黒縁にしていきたいと思います。はい、こんな感じですね。だいぶバチバチに決まってしまっているんですけれども、まあそこまで浮かない程度なのかなと思っております。浮くのかな。はい、前回のこのセットアップを紹介した動画で、セットアップを着ている、まあ、様子がわかる動画が出せてなかったので、今回ですね確認いただけたらと思います。このセットアップのバランス感もいいですね。程よくちょっとゆったりしておりまして、オーバーサイズの作りとなっております。でジャケットもですね、ジャケットではあるんですけれども、アウターとしても使うことができるサイズ感、着丈のバランスとなっております。で全体的にグレーのバランスで、メガネとネクタイと靴にブラックを持ってきて、ちょっとねこうアクセントを効かせたようなコーディネートとなっております。それでは行ってきたいと思います。表参道を着きまして、今から会場に向かいたいと思います。多分この辺だと思うので探していきますか。やっぱりドリップさんで、はいはいはい、サコッシュ出させていただいたりとか、あとなんかセレクトショップさんの、
はい、2日目でございます。で、本日は仕事なので着替えていきます。本日はですね、ちょっとデニムを久々に履いてみました。で、デニムとちょっとニットを合わせたいなということで、こちらの前回ご紹介したカシミヤのニットポロと合わせていきたいと思います。ニットのインナー問題ですね。インナー問題。皆さん、なんでしょう、ヒートテックとか着られているかと思います。まあ、ヒートテックの問題点としては、この首の空きですよね。割とこう首が詰まったタイプのものが多いので、こういう V ラインが出るようなニットを着ちゃうと、こうヒートテック出ちゃって嫌だみたいな方が多いかと思います。まあそういう方にお勧めしたいのが、僕はこのサーマルなんですよ。まあヴィンテージのもので、あればちょっと買えるっていうような感じなんですけど、あったかいのはもちろんですし、この首の空きがかなり空いていて、それでいてそんなにこう不自然じゃないんですよね。レディースっぽくもないので、ニットの中の、まあ、ヒートテックに代わりになるようなアイテムなのかなと思います。どうですか？中のインナー全然見えないですよね。やっぱりこのデコルテの開き方が最高の、インナーでございます。はい、もう超ドシンプル。デニムにカシミヤのニットポロ。ちょっとこう大人な男性の着こなしにしていました。この上からはですね、はい、もう絶賛愛用中のイレーブのコートを着たいと思います。はい、間違いないですね。シンプルなコーディネートではあるんですけれども、こうコートの長さであったりとか、コートのこの柄ですね。そういったところに、こう、アクセントを持ってきております。ね、一見するとだいぶシンプルなんですけれども、あ、なんか、素敵だなって思ってもらえるようなコーディネートなのかなと思っておりますが、いかがでしょうか。はい、本日はちょっとこんな格好で仕事行っていきたいと思います。はい、ということで本日は3日目でございます。本日はクリスマスイブですね。クリスマスイブもフィートの天皇に立って仕事をするわけなので、まあ皆さんを迎え入れてクリスマスイブをいい日にしていただこうということで、清掃気味な格好にしてみました。だけどやっぱりクリスマスのちょっとホリデー感を出すために、まあ頭のこういうニット帽であったりとか、靴下のちょっと柄付きの最大柄の靴下を履いてみたんですけれども、まあそんな感じでホリデー感も出しております。で、まあちょっとこうニット帽をかぶっているっていうこともあるので、インナーはだいぶこうシンプルなものにしました。サーマルのロンティーですね。セットアップもですね、こうあまり考えずに着れるのでいいですね。考えないで着ている割にはやっぱりすごく様になるので、セットアップ買ってよかったなと着るたびに思い知らされております。セットアップだけでは寒いので、この上からワイルドシングスのデナリジャケットを羽織ってみました。はい、この着丈のギャップなんかも面白いのかなと思って、適当にこれも合わせてみましたね。なんか適当に合わせているんですけれども、このセットアップとアウトドアブランドのギャップが非常に面白くてですね、こちらもいい感じにまとまっているのかなと思っておりますが、いかがでしょうかね。ちょっとこう着丈がこのぐらいギャップがあるの面白いですよね。こんな感じで仕事場に行っていきたいと思います。はい、本日は3日目でございます。3日目はですね、母親からこのバラクラバを編んでいただいたので、こちらを、まあ、せっかくなので使ってコーディネートをしていきたいと思います。可愛らしいアイテムなので、可愛らしいアイテムにかっこいい系のアイテムを合わせたいと思います。ということで、可愛い系に合わせる、かっこいい系ということで、こちらのレザージャケットと合わせていきたいと思います。はい、まずはバラクラバ、こんな感じで被りまして、フリースのベストを、この上から着ちゃいます。で、このフリースのベストの上からレザージャケットを着ていきます。全体的にですね、デニムとかもそうなんですけど、少々こう辛めなアイテムが多い印象でございます。まあ、その辛さをマイルドにするという意味で、このバラクラバの雰囲気が非常にマッチしているのかなと思います。はい、こんな感じですね。で、足元なんですけれども、最近だとスニーカーばっかり履いておりまして、
て、スニーカーにしようと思ったんですが、もう少しスニーカーよりもボリューム感を出したいです。なので、ドリスバンノッテンのブーツを合わせてみました。シャフトの部分は見えないんですけれども、それよりもこのカウボーイブーツ特有のボリューム感みたいなのが足元に出ることで全体のバランスが整うかなと思っておりますが、いかがでしょうか。小林的にも大好きな甘辛ミックスコーデでございます。はい、本日は5日目でございます。購入したもののずっとお直しを放置していたニートのパンツをお直ししてきましたので履いております。そのパンツにですね、シュタインのドライバーズニットを合わせてみました。去年というか、今年ずっとですね、シュタインのドライバーズニットヘビロテしていたんですけれども、合わせるパンツというと黒が多かったんですよね。なので、ちょっとこういうパンツに違う色を持ってくるっていうコーディネートは非常に新鮮でございます。はい、こんな感じでございます。で、今日はですね、この後仕事なので、この上からアウターを着ないといけないのですが、前回の1週間コーデ撮った時よりも、まあ当たり前なんですけれども、だいぶ気温は下がっております。なので、こちらのモッツコートを着ていきたいと思います。はい、羽織るとこんな感じです。なんとなく頭が寂しいので、はい、シュプリームのキャップをかぶってみました。シュプリームでもいいし、この NBA オフザコートですね。オフザコートのニット帽でもいいのかなと思います。と足元のベージュを拾う感じで、オレンジの効いたこの帽子と合わせてみたいと思います。で、メガネもカーニーのダルセナ。この色もこのオレンジとベージュに近い色なので、まあそこで統一感を出しているっていう感じですね。なんかやっぱりモッツコートみたいなボリュームあるコートを着るときは頭にね、なんか持ってきたくなっちゃうんですよね。結構持ってきがちなコーディネートになってしまいます。はい、こんな感じでちょっと行ってきたいと思います。はい、6日目ですね。本日は休みということで遊びに行ってきたいと思います。ということで、下はアルテリアのパンツで、ヴィンテージのタートルネックを着ております。まあ、ちょっとこの上からGジャンを羽織っていきたいと思います。Gジャンというと春夏にこう着るようなイメージがあるのですが、個人的にはまあ冬も着ております。普通に着ちゃうとやっぱり春夏っぽく、春秋っぽくなってしまうので、中にカシミヤのタートルネックを入れて、ウォーム感みたいなのを出しております。なんかGジャンも、あ、冬の洋服ですけどみたいな顔になっているのかなって思いますね。で、それだけだとまだちょっと春秋感みたいなのがあったので、パンツもコットン素材ではなく、ツイードのパンツを履いて、まあ、Gジャンをですね、こう、冬に着ております。こんな感じですね。まあ、もちろん、これだけだとちょっと寒いので、この上からアウターを着たいと思います。はい、以前の購入品紹介で紹介させていただきました、コムデギャルソンのダッフルコートですね。はい、こんな感じです。このコーデはですね、Gジャン×ダッフルコートがやりたかったというコンセプトでございます。何なんですかね、このダッフルコートとGジャンの組み合わせ。結構個人的には好きで、まあ昔ダッフルコートを持っていた時期は何回かやっておりました。ここ最近ダッフルコートを持っていなかったのでできなかったんですけれども、まあこのダッフルコートを買ったということでGジャンと合わせてみました。まあたまたまなんですけれども、このコムデギャルソンのダッフルコートのこちらのデザイン、ここはブラックではなくてちょっとネイビーなんですよね。このネイビーの色味とGジャンのこのネイビーがこうリンクしていて、コーディネートをまとまっているのかなと思います。で、本当だったらちょっと靴もネイビーの色と合わせたかったんですけれども、あいにくちょっとネイビーの靴を持っていないということで黒で締めております。はい、
4日目でございます。4日目はですね、先日の購入品紹介で紹介させていただきましたニートのパンツを履いてみました。ニートのパンツのこのガンクラブチェックの緑色を拾えまして、こちらのパタゴニアのフリースをフリースと合わせております。こちらのパタゴニアのフリースはですね、こことここにグリーンが入っているので、まあ、そことパンツのグリーンがリンクしているというようなコーディネートですね。こんな感じでございます。で、この上からはバーバリーのバルカラーコートを合わせていきたいと思います。こんな感じですね。パンツのガンクラブチェックの全体のベースの色と、コートの色を合わせてみました。グリーンを拾ったりベージュを拾ったり、色をこう所々で拾うようなコーディネートとなっております。少々これだと頭が寂しいので、まあ、シュプリームのジェットキャップでも被っていきますかね。はい、こんな感じでございます。スポーティーアウトドアなこう要素と、英国紳士といえばな、バルカラーコートにガンクラブチェックといったものを組み合わせたコーディネートでございます。で、色は所々で拾って、まあ、全体のこうまとまりみたいのを作っております。では本日も仕事なので行っていきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。冬編のですね、ガチ1週間コーディネートを見ていただきました。前回の動画よりもですね、撮影した日の気温というのがだいぶぐっと下がっていたので、こう着込み方が違かったのかなと思います。よりこう着込んでいる服装だったのかなと思います。まあ1月を迎えるわけなんですけれども、まだですね寒い日が続くと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。それではですね、ちょっと最近できていなかったコメント紹介したいと思います。今年最後の皆様からいただいたコメント紹介でございます。いつもコメントいただきありがとうございます。本日はですね、都内セレクトショップバイヤーによる冬の1週間コーデにいただいたコメントを紹介させていただきます。では1つ目、ダウさん、ブーツめちゃくちゃいいですね、ありがとうございます。欲しいということで、あ、まだ続きありましたね。最近カラフルなアーガイルをしている店が多い気がしていて気になっています。あ、まずはブーツ褒めていただきありがとうございます。カウボーイブーツ、ぜひ、なかなかね、こう、販売しているところというのは少ないので、探すのはかなり、難しいんですけれども、見つけたら、ぜひともですね、試着めんどくさいんですけれども、試着していただいて、自分にベストなサイズを探していただければなと思います。カラフルなアーガイル、僕も少々気になっておりまして、それこそ、トゥモローランドから新しくローンチしたブランドありますよね、オリブラが。ちょっとブランド名忘れてしまったんですけれども、あれのね、カシミヤでできたアーガイルのセーターがあって、いや、めちゃめちゃ可愛いんですよね。カラーがランダムになっていて、クレイジーパターンみたいな、アーガイル柄なんですよね。そう、カシミヤだからかなりいい値段したので、ちょっと諦めてしまったんですけれども、あの柄は結構忘れられないですね。7、8万円ぐらいだったかな。確かに僕も気になっております。ダウさん、コメントありがとうございます。はい、続いて無印さんですね。無印さんももう何度もコメントをいただいております。1日目7日目のコーデが好きです、ありがとうございます。ジャケットも着るタイミングがないので持ってないですが、大人なのでいつかいいものが欲しいですとのことです。確かにジャケットってこう、なんでしょう、普通に過ごしてたらあまり着ないですよね。なんか僕とかはこう店頭立ってきちんとしないといけない場面が結構多いのでジャケットを持つことが多いんですけれども、まあ、確かにそうですよね。まあなんか個人的にはこういう今着ているアルテリアのジャケットとかも、ジャケットっていうよりかはアウターみたいな使い方もできるので、そのジャケットっていう枠だけじゃなくてジャケットアウターみたいなくくりでジャケットを持っておくのもいいのかなと思いました。そう、いざっていう時にね、バチッとこう決めれるので、革靴じゃないですけど、革靴もあんまり履かないですけど、いざっていう場で
持っといた方がいいじゃないですか。まあ、なんかそれと似たような感じでジャケットも一着は持っておくといいのかなと思いました。無印さん、いつもありがとうございます。はい、こんなところですかね。この動画もですね、コメントたくさんいただきまして、本当にありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しかったです。ということで、冒頭にもお伝えしたんですけれども、この動画200いいね目指しております。300は無理ですかね。チャーハン紹介したから300とかどうですかね。大変おこがましいお願いではあるんですけれども、皆様高評価何卒よろしくお願いいたします。繰り返しにはなるんですけれども、2023年本当にありがとうございます。皆様が見ていただいたからこそこの1年活動することができました。2024年も皆様のお力を借りながら、小林チャンネル頑張っていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。1月一発目の動画ではベストバイを紹介するつもりですので、そちらの動画も楽しみにしていただきますと幸いでございます。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。それでは。